環境を守るためにできることを探して学ぶ、それがエコ探検隊。さあ、僕エコラと一緒に地球温暖化を防ぐための冒険に出かけよう。令和5年度版品川エコチャレンジ。すごい雨。夏はものすごく暑かったし、大きな台風も多かったし、こんなこと今までなかったな。一体地球はどうなってるんだろう。温暖化が進んでいるんだよ。え？恐竜？僕はエコラ。エコ探検隊の隊長として環境を守るためにできることをもっと詳しく知ってもらうのが僕の仕事なんだ。緑は地球温暖化って言葉を聞いたことはあるよね。地球全体の平均気温が上がることだよね。じゃあ地球温暖化がどうして発生するかもわかるかな。地球温暖化の原因と言われているのは、地球の温度を保つ性質を持った気体、温室効果ガスの増加。そのほとんどは二酸化炭素と言われているんだ。二酸化炭素が多くなることで温室効果ガスの層が厚くなって、地球の熱の放出が少なくなり温度が上がっているんだ。電気を作るための発電所や自動車の普及で二酸化炭素が多く出るようになったんだ。便利になる一方で、それが地球温暖化につながってるんだ。私たちの暮らしが地球温暖化を引き起こしてるのね。このまま地球温暖化が進むと大変なことになる。だから100年ほど前に比べて気温の上昇を 1.5 度に抑えようという取り組みが始まったんだけど、すでに 1.1 度も気温は上昇してしまってて、さらなる対策が必要なんだよ。でもどうして地球温暖化を防がなくちゃいけないの？それはね、このまま有効な温暖化対策を取らないと、あと80年もしない間に世界の平均気温は 3.3 度から5度上昇すると言われている。私が住んでる品川区の2023年の最高気温が 37.1 度だから、大変！ 40 度以上になってしまうかもしれないの？考えるだけで暑さでめまいがしそう。その通り。でもそれだけじゃない。地球温暖化は様々な自然災害を発生させてしまうんだ。例えば今日のような大雨、1時間降水量が50ミリ以上の年間発生回数は1976年から1985年の10年間で平均約226回だったのに、2011年から2020年には平均約334回、約 1.5 倍に増えてるんだ。ちなみに50ミリの雨というのは1平方メートル50リットルの雨ということになる。傘を開いた時の面積がだいたい1平方メートルだから、1時間に牛乳パック50本分の雨が当たることになるんだ。アメリカでは桁外れのハリケーンが相次いで発生している。日本では最高気温が30度以上の真夏日、35度以上の猛暑日も増えているよ。真夏日の平均年間日数は1910年から1939年では約35日だったのが、1991年から2000年には 1.2 倍の約41日に、猛暑日はなんと 3.1 倍に増えている。こういった気候変動は農作物にも影響を与えていて、世界中で食料不足が深刻化する原因の一つになっているんだ。
十分な食べ物を食べられずに栄養不足になってしまった人の数は2014年の段階で5億7160万人だけど、2020年には新型コロナウイルスの世界的な流行の影響もあるけど、7億2170万人まで増えているんだ。1億5000万人も増えているの？日本は多くの食べ物を外国から買っているし、世界の人口は年々増えているから、これ以上地球温暖化が進んで食料不足が深刻になると食べ物が手に入らなくなるかもしれないんだ。まだあるよ。地球温暖化の進行によって2017年から2021年の5年間で北極海の氷が約280万キロメートル、なんと日本の国土の7倍以上も減少しているし、氷が溶けることで海面の水位が上昇してしまうんだ。それによって小さな島国は水没してしまうかもしれないんだよ。大変だけど、私にできることってあるのかな？もちろん、温暖化を防ぐための行動は身の回りにたくさんあるよ。電気や水道水など無駄にしないことが大事だよ。緑が家でできる行動を探してみようか。まずは冷蔵庫。扉はなるべく早く閉めて冷気を逃がさないように。エアコンの設定温度にも気をつけて。冷房の場合は28度、暖房の場合は20度を目安に、下げすぎ上げすぎに気をつけてね。次はお風呂。お風呂は家族で続けて入るようにして、できるだけお湯を沸かし直さないように。シャワーはこまめに止めることも大切だね。これらの取り組みだけでも年間 162.6kg の二酸化炭素の削減になるよ。それってどのくらいすごいことなの？これはね、杉の木11本が1年間に吸収する二酸化炭素と同じ量なんだ。個人や家族だけじゃないんだ。緑が住んでいる品川区でも地球温暖化を防止するための独自の取り組みを行っているよ。例えば環境に配慮された機器、設備などの導入を進めているし、戸越公園には環境学習交流施設エコル戸越をオープン。環境について楽しみながら学んでもらえるような様々な展示やイベント、講座を開催してるんだ。地球温暖化を防ぐためにできる行動はいっぱいあるってこと、わかったかな？うん、よし、私も身の回りのことから頑張ってみる。早速エアコンの温度から変えてみようかな。ふふふ、これで緑も僕たちエコ探検隊の仲間だね。え、あれ、エコラ、エコラ、あれ、これは緑、これからは環境を守るための行動を忘れずにね。